はい。ピンクやった？今日はすずちゃんに2000円分のお金をあげるので好きなのをしてください。使うよ。ほんと？使うかもしれないな。ララポートでガチャガチャしたりジュース飲んだりママにデザート買ったりしようかね。そうね、涼しいやん。プリッケツ落ち。ララポートに行って遊んできます。じゃあガチャガチャのところでレッツゴー。ブブー、ガチャガチャついた。ガチャガチャの森、今日はここで遊びます。お、今日はどれするの？隅っこ？あ、こんなもあるよ。ミッフィどれする？もう早速それするの？500円するね、いきなり。100円玉5枚。はい、出ていい？いいよ。これ何？ディズニーのミルキーカラー。何が出るかな？アリエルってこれ。お、出た。あ、綺麗な色。あ、すごい。これは？それジャスミンじゃない？ジャスミン、開けてみて。もう開けると、ちょっと後でしようよ、後で。ここに開けるところか。うん、ちょっと後でしよう。ね。何があるかね。これはにゃんこ家電って書いてある。前見たよ。え、前した？うん、でもなくなった。なくなった。これするの？前これ壊れたって。ああ、そうね。それしますか？これもさ、これもにゃんこパン屋さん2って書いてある。これもにゃん、これも一緒やね、ほら、にゃん。これもやってない。7。ほんとだ、7って書いてある。なんだこれ。あ、何それ。なんか入れる。これアイランドテーブルセット。あ、いいじゃん。あとこれとこれだね。花タンポ。じゃあこれパッ。はい。引っ込み入れる。バイパンパン入る。あとカレー。それするの？やった。何が出るかいな。何が出た。これは何だ？パンだから。何？これ多分メロンパン？これ。ちょっと後で見てみる。何もついてないから。これかこれ。これか。いや、これだこれ。これ。いいね。よし。なんか重ねるか。ニコちゃんとあるよ。これだと。
と思うけど、私。オッケー、これもじゃあ後で見せみよう。メロンパンだ、メロンパン。あ、メロンパンって書いてある。メロンパンセット。できた。よし。他なんかいろいろ見て回ったら、なんかあるかもよ。これがいっぱいあるよ。これ全部ムーミン？いや、ムーミンじゃない。ムーミンってんの？ムーミンあんまり好きじゃないから。いろいろあるよね。あ、ほんとだ。これ、あるんじゃない？うわ、これすごい。ほんとだ。ほんとだ。ご飯作るやつ。ご飯。ママ、それでもママのところに置いて、いろいろ入れれるって感じ。これね、チドのね、やつね。チドのが出たら最高で、ね、そしてね、ママの方へ置いて。そして、この中にね、お金。それはたちのチュー。これから広がった大当たりそれする、うん、何枚ですか？4枚。1、2、3、4です。1枚ずつ入れた方がいいんじゃない？はい。やった。たどりーたどりー。ほんとだ。まあでもすずちゃんの好きなピンク色だ、うん、ここパンってくるよ、うん、これなんか中にいろいろ入れれるって書いてるから中にあるのかな。これ、うん、これはこれじゃこれ買ってます。これは2、こういうのもあるよ。よっしゃ、2だ。2、これ2だよ。これ2、これ2、これする。はい、これお買い物にはい、はい、2枚。どうだどうだどうだ、何が出たかな。あ、やった、いちご。いちごやった、箱の音がやった、出た、うん、でもいちごが出ちゃった。でもリンゴが良かった。だってリンゴはこうやって触れるもん。これも触れるじゃないの。触れるけど、でもこっちの方がいい。普通にさ、これが入ってないから、これの方が良かった。これサメが出たらいいけど、やはりね、語れる恐竜だから。ある、うん、これ2枚。ほんとだ、あとね、3枚、あ、あと4枚ある。4枚じゃない。4だったらこれ2個あるやつ買ったらいいや。じゃあこれはるちゃんにプレゼント。あ、じゃあそれあれやな、わかんない、わからない。うん、これ開けれるよ、缶詰で。じゃあはるちゃんに開けてもらおう。どれ？一番上の、これ一番上の。これ？雑誌に載ってる怪しい新章玉って書いてある。一枚多く出さないといけない。あ、それでも届かんで、ね、パパがしようか。パパがお金入れてすぐぐるぐる回す。すずちゃんある？100円玉1枚ある。あった、よし。じゃあパパがしていいですか？はい、これもっとします。もっとってください。
お願いします。よし、これでいいんですね。じゃあパパがすずちゃんの代わりにします。1 2 3、何が出るかな。ほい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 、出た出た、怪しい水晶玉が出た。水晶玉が入ってる。あの丸いの、丸いの入ってるよ、うん、赤いやつだ。ちっちゃい、うん、一番でっかい方になる方です。よし、じゃあ2000円分したので終わりですね。はい、よし。皆さんこんにちは、アルチューズチャンネルのチューズです。パパです。さっきララポートに行ってガチャガチャしたものを持って帰ってきました。はい、開けましょう。じゃあ今からこのこれガチャガチャでもやったんですけど、これが当たった、このピンク当たったので、今からイカチャでママみんな、ママがここにいないからこれでイカチャでつきあいます。はい、パパにこれ開けてもらったら、この中のやつ全部セットして、キールも貼って、先このお金入れたらみんな埋めてますね。はい、じゃあパパに開けてもらいます。はい、はい、はい、どうぞ。はい、パパから開けてもらいました。中はどんな感じでしょう。開きました。はい、このキール貼っていきます。説明書も入ってた。説明書入ってますね。説明書はじゃあありませんでしたね。はい、これ外せます。これは普通にこうやって、これが丸まってこうやって入ってて、これもこうやって丸まって入ってました。シール貼ってもらおうかね。はい、今から入ります。では、はじめました。よいしょ、これから入れました。もう入れた。あ、ちょっと100円とかあったけど、でもこれここまでにしようかな。あ、で、これ10円、あ、1円じゃなくて、500円。うん、こっち、これでどっちに近づけます。結構立派な炊飯ジャーですね。はい、これでもここ硬いよね。入ってきましたよ。ここにお金が入っています。じゃあそれをママにびっくりさせるんですか。はい、はい、じゃあこれは、うん、どこに置いとくの。開いてるところのこっちの横側に置いていきます。いってらっしゃい。キッチンの帰りに、ここにすずちゃんの炊飯器、これがママの炊飯器。こうやってできるのが同じです。ママびっくりするかな。はい、多分びっくりしちゃう。じゃあママを呼びましょう。呼んできてください。かわいい。あ、かわいい。はい、開けていい。いいよ。これちょっとこういう感じになって、ちょっと手前に引くみたいな。すごい、めちゃくちゃ一緒じゃん、うちのと。うん、ピッてしたら炊飯できるのかな。できない。すごい。あれ、あの、じゃあ紙の本の中から取り出して、私の財布の中に入れます。はい、よいしょ、よし、開いた。しかもこの、これも黒いのも取れるね、うん、これ。あ、そう。5、4、3、2、1、
ご飯入れて。もうお米入れてこう炊ける。うん、入れて。うん、いいじゃん。出して。本当にできたらめちゃくちゃいいね。一口分だ。これはなんと2個入ってました。ずーちゃんのお金ダイエット貯金しといてください。はい、こういう感じになりますね。重ねる。これなんか入れるんですね。はい。それとずーちゃん今回は他に何が。猫のやつ一つとレハルにお土産と恐竜の缶詰ですね。恐竜缶って書いてます。何が出るかな。これはなんかお店のなんか商品のぶどうとかで、うん、あとこれも猫のやつ、うん、これ2個買いました。同じのではない。あとなんか魔女っぽいやつを買いました。それだけですね。じゃあこのかわいい猫のやつ、シールがあるやつからします。キッチンデラックスじゃないか。なんでじゃあこれ開いてる。あ、パパ開けた。スズ開けてって言ったから。あ、私玉ねぎ、玉ねぎみたいよ。スズちゃんが出たのはこのアイランドテーブルセットみたいです。こういう感じで綺麗や。切ってる切ってる。で、これが切れた玉ねぎ。これね、切れた玉ねぎ、うん、分かった。じゃあこのテーブルにこういう感じもう、うん、椅子、はい、椅子もあります。そういえばまだ買ったやつもう一個開けてみる。水晶のやつ。うん。焼き鳥屋さんです。パン買いした。はい、私パン買います。わかったの。猫の脇のところが、あ、ほんとだ。わかった。これがじゃあこうだね。うん、わかりやすい。綺麗な切った跡がある。うん、これは春ちゃん。うん、そうだ。Thank you for what to school. いいやつよ。いいやつよ。はーい。よし。あ、落ちた。あ、落ちた。落ちた。落ちちゃった。あ、できた。ジャッジ、ジャッジ。
鼻くそついてない。なんだこれだけ開かないの？開いた！やったー！はい、じゃあこれ開けてみます。はい、開けれた。アイスクリームみたいなもんですね。はい、やってみます。あ、ダメだ。もう、うん、やっぱり青りんごの方が良かった。見せて。あ、ほんとだ。これ開けれない。ほんとだ。あ、これはもうこのままやね。これはちょっとお気に召さなかったみたいです。残念。これですね。お、綺麗な水晶玉ですか。はい、これふかふかベッドですね。あ、おやすみなさい。これを開けます。これふかふかベッドではありませんよ。これこうやってしてカーチュリハーです。占ってください。パパ、いいやつになりたい。嫌なやつになりたい、うん、いいやつになりたいです。そう、いいやつに。パパはいいやつになる。いいやつになる。嫌なやつになりました。いいやつになりました。100万円どうぞ。違う、嫌なやつになりました。嫌なやつになる。嫌なやつになる。いいやつになりました。100万円どうぞ。何でですか。いいやつだから。100万円お小遣いです。いりません。すごい、いらないんですね。うん、100万円あったらおもちゃいっぱい買えるのに。なら兄弟私はこのビー玉をあげるよ。ビー玉じゃない、水晶です。違うよ、ビー玉だよ。はい、これでうならってください。じゃあすずちゃん占います。すずちゃんが未来が見える。未来が見えるかー。未来が見えない。未来が見えない。すずちゃんの大人になったら未来とか見えない。とても可愛い女の子になっています。こんなの出ましたけど。えあー、口が壊れた。ご飯。じゃあこの水晶をご飯に入れました。入った。この布団の上に置いてください。はい。はい、できました。運命が変わってるかも。これが本物の水晶になっているかもしれないよ。どうですか。もうなんか黒。あ、本物の水晶になっている。やったー。なってないよ。何が入ってるんだ。水晶でした。水晶。よし、じゃあすずちゃんまたパパとガチャガチャの森に行きましょう。はい、じゃあ、ハルツルじゃんけんしますね。はい、ハルツルじゃんけん、じゃんけんぽい。皆さん、パワーが来ました。勝った人は明日水晶旅行で願いが叶うかも。いいですね。みんなこの水晶にすずちゃんに占ってもらいましょう。それではまたね。バイバイ。テレポートにて水晶旅行があるといいですね。はい、じゃあね。バイバイ。はい、すずちゃんがはるちゃんに買ってくれましたよ。この感じの当てれる
よ。よいしょ。わかんじゃないけど。開けます。はい。ゴー。入ってた。何が入ってる？これ何？何？入ってた？あ、これ何やったっけ？ステゴサウルス。そう。ここにあるよ。これだよ。この缶詰見せて。ラー。お、ティラノサウルス。入ってました。お。ハルがもらったのはこれ。ステゴサウルス。お、お、お、違う。茶色？茶色のこっちや。こっちだ。このホワイトじゃない。ママ、うん、よし。じゃあね。じゃあね。チャンネル登録ってよろしくね。はかないだんだんしてな。グッドボタンも押してね。